山本周五郎作。小次郎吹雪。今年は雪が遅いな。杉山小次郎は国境に見えるほうきの山々を見やりながらつぶやいた。ねえ、小次郎様。つつましく一緒に歩いていたお冬は、 さも、胸に包みかねたことでもあるように。私、今まで一度も伺わずにいましたけれど、松太郎様とあなたとは、本当のご兄弟なのでしょうかどうしてそんなことを聞くんですなぜってお冬は遠慮がちにた。 この夏のことですけれど、あなたのおじさまがうちへお見えになって、私の父とひそかに話しておいでのことを、隣の部屋でちらっと耳にしましたの。その時おじさまは、これが小次郎の身分を明かす大切な品ですとおっしゃった。 何か私の父へお店になっていたようでしたわ。それは何か別の話のことでしょう。小次郎は美しい前髪立ての頭を振った。父は元松江藩で勝ち頭を務めたことがあるそうですから。 家柄のことでも話していたに違いありません。杉山十兵衛が松太郎、小次郎の二子と共に、この瀬村の里へ住むようになってから十四年。不死三人、むつまじい暮らしに、いささかの曇りもなく育ってきた。 弟の小次郎は十七歳。絵に描いたような美少年であるのに、一つ年上の松太郎は、高方にあざがあって、気性もやや粗暴に近かったが、兄弟仲の良さは人も羨むくらいであった。お冬は、 隣屋敷に住む豪子、並木藤右衛門の娘で、特に小次郎とは、幼い頃から兄弟も及ばぬ仲の良い相手だった。日が傾き始めた。早く帰ろう。本当に、風の寒いこと。 連れ立って道を急ごうとした時である。左手に続いている松林の中から、そこへ行く少年、待て、と声をかけて、見慣れぬ武士が七八名、バラバラと現れるなり、二人の行く手に立ちふさがった。突然のことで、 小次郎は驚きながらも、お冬を背にかばいながら、気候らはなんだ、と油断なく身構えた。杉山小次郎というのはもとか。先頭にいた五十歳余りの武士が聞いた。小次郎は拙者だが、少し談合したいことがある。 そこまで我々と一緒に来てもらいたい。キッコーラは何者だ何の用があるのかここでは何も申すわけにゆかぬのだ。おとなしく一緒に参ればわかる。もし嫌だと言ったら、小次郎の言葉が終わらぬうち、前に並んだ三四人がギラリと 体験を抜いた。脅しだけではない。嫌だと言ったら、その場をさらせず、切って捨てようと、いずれも偽りならぬ殺気を見せている。小次郎は一歩開いて、こやつら乱暴するか、と、刀のつかえ手をかけた。 震えながら見ていたお冬はびっくりして、いけません、いけません、小次郎様。と、夢中ですがりついた。相手は大勢。いくらあなたがお強くても、けがなしにはすみません。ここは、黙って、あちら方のを言うようになさいませ。お冬が、お願いいたします。 と言って、わけもわからぬのに。ご一緒にいらっしゃれば、わけは話すとおっしゃっていられますもの。また、私はすぐにおうちへ帰って、このことをおじさまへお知らせ申します。小次郎の身に、怪我をさせまいと、必死にすがりつく、お冬のいじらしい目を、 じっと見た小次郎は、やがてうなずいていった。あなたに心配させるのは心苦しい。では、何もいたさず、この者たちと一緒に行ってみよう。そう遊ばせ。お冬はすぐおうちへ。いや、待ってください。小次郎は微笑して、 知らせては、父や兄に心配をかけるばかり。もし、夜になっても帰らなかったら、その時こそ、司祭をお話しください。でももし、いや、気遣い無用。小次郎にも、いささか心得はあります。 日子と笑う大胆な顔を、おふゆは震えるような目でじっと見つめるのだった。決心がついたら参るぞ。武士たちの一人が促した。心得た。では、おふゆ殿。小次郎様、ご無事で。悲しげな お冬の声を背に、小次郎は武士たちに取り巻かれて歩き出した。その武士たちが何者で、何のために自分を連れて行くのか。小次郎にはまるで謎のようだった。しかし、 そんな大事件に発展しようとは考えられず、すぐそこらまで行けば済むことだろうと軽く思っていた。ところが、事実は意外な方へ展開したのである。瀬村の里を出ると、武士たちはかねて手配のしてあったらしい籠へ、 小次郎を乗せて、街道を西へ西へと進み始めた。どこまで行くのかとなっても返事がない。外へ出ようとすると、かごの戸は固く閉ざされている。叩いても押しても動かぬ厳重な警護だった。 よし、どうなるか、行くところまで行ってみろ。小次郎は腹を据えた。乗り物は、その世を徹して採用。護衛の武士たちも、不眠不休で。あくる日も、終日、旅を続け。やがて、日暮れ近く。 どことも知れぬ大きな屋敷の中へおろされた。着くとすぐ、武士の一人は小次郎を屋敷のうちへ案内して、奥まった部屋へ導き、静かにしておれ。そこもとのために、決して悪いことではない。しかし、騒ぐと、 容赦なく切り捨てるぞ。そう言って去った。まるで狐につままれたような気持ちである。ここはどこか。誰の屋敷か。これからどうなるのか。思えば不思議の連続である。しかしまた一方には、 早く、この秘密の謎を解いてみたいという欲望もあったから。体験を膝元へ引きつけたまま、油断なく小次郎は待っていた。まもなく、辞書らしいのが食事を運んできた。それが済むと、あとはまた一人。 およそ一時二時間余り待つ。とやがて、五十歳ばかりの老武士が入ってきた。杉山小次郎だの。むずと座りながら言う。目の鋭い、眉の太い、一癖ありげな老人だ。さよう。いい面しじゃ。 老人は小次郎のいささかも臆せぬ態度を見て、にやりと笑いながら言った。人品もよし、度胸もあるようだ。それなら十五万石の四次として立派に通るであろう。え、何と言われる小次郎は下せぬ顔で相手を見た。 驚くことはない。その方は、松江十五万億、松平出雲守の,のお世継ぎじゃ。嘘でない証拠はこれにある。改めて見ろ。そう言って、持ってきた複祉包みの中から取り出したのは、小金づりの担当、蜜葉葵の 高巻絵を散らした陰籠、それに、一枚の墨付きである。読んでみ。言われて、その墨付きを開いてみると。一冊、覚えのこと。松太郎こと、世の精子に相違なく。時節至るまで。 杉山十兵衛へ預け使わす証拠のため、陰お及び担当に添えて、一冊九段のごとし、松平慎太郎。いや、これは兄上のご身分。小次郎は御殿した。今日まで、夢にも知らなかった、 兄、松太郎は、なんと、松江十五万石、松平、泉神の御蔵寺であったのだ。呆れて、呆然と椅子組む小次郎の様を、冷ややかに見やりながら、いかにも、誠はその方の兄じゃ、と、老人が言った。しかし、我々が、 お世継ぎに盛り立てるのは、その方なのだ。今宵ただいまから、小次郎を改め、松太郎となるのだ。わかるかわからぬ。小次郎は強くかぶりを振った。松太郎という誠のお世継ぎがあるのに、拙者がお世継ぎを名乗るとは、 恐ろしい罪を犯すことになるではないか。今さら何と申しても無駄なことじゃ。前後しらいはすっかりできている。黙って、わしの言う通りにしていれば、十五万石の領主になれるし、もし、また不服なら不服でよい。証拠の品を盗み出し、 お世継ぎを戦勝し,した悪者として、目付役へ引き渡すばかりだ。すれば、大逆の罪下で、逆さ貼り付けになるは必要だぞ。しかし、拙者の知らぬことではないか。そんなことを目付役が信ずると思うかよ。小次郎は初めて、 抜き差しならぬ恐ろしい罠にかかったことを知った。気は飼っていてもまだ17歳の少年である。事の重大さにとっさの思案もなく、色を失った小次郎を老人はじろりと見合っていった。どうじゃ不承知かさあ。 覚悟を決めろ。その方は、ただ黙って、わしの言う通りになっていればよい。すれば、万に一つの間違いもなく、十五万石の領主になれるのだ。わしは、松江藩の国が家老、荒宮や右衛門と申す者じゃ。横目つけ。 倉田総九郎。勘定奉行、林右近。物頭、畑島中左衛門。同じく、和田六郎兵衛。皆、わしの副心者。よく考えて返事をせ。二三日の間、待ってやる。そう言って、ジーエモンは立ち去った。 どうしようもなかった。横目つけはじめ多くの一味がある以上、嫌だと言って済むことではない。むしろここは、仁ンエモの言葉に従って、しばらく時期を待つ方が良いかもしれぬ。そう思ったから、ともかくも小次郎は承知したように装っていた。 それにしても不審なのは、証拠の品々が、どうして、ジンエモンの手にあるか、ということだ。本来なれば、当然、父の手元になくてはならぬ品である。それを、ジンエモンが持っているというのは、おかしい。 一体どうしたのだろう小次郎には見当がつかなかった。こうして二十日余り経ったある日のことである。小次郎が庭を歩いていると、横手の生け垣の陰から、小次郎様と呼ぶ声がした。 驚いて振り返るとたんに、ポンと足元へ小さなものが飛んできた。拾ってみると、紙切れを丸めたものである。誰だと声をかけたが、すでに池垣の向こうには人の姿は見えなかった。小次郎が、 あたりを見回しながら、素早く紙切れを開いてみると。今宵、いのこく、ここへおいでくださいませ。大事のお知らせを持って参りました。必ず、必ず、お忘れなく。お冬。あ、お冬の。小次郎は、 思わず叫んだが、すぐ口をつぐんで、紙切れを咲き捨て、そっと部屋へ戻って、夜になるのを待った。朝から曇っていた空が、夕方からとうとう雪になった。さらさらと降る粉雪の音を聞きながら、 時のたつのを待ちかねている。やがて、いのくとなった。そっと、部屋を忍び出た小次郎が、昼の場所へ行ってみると、小次郎様、ここでございます。と、生け垣の陰から、お冬が手招きをした。おお、お冬殿。 小次郎様、ようご無事で。お冬は、ひしと小次郎の手を握り寄せると、乙女心の懐かしさにたまらず、あいとうございました、と、むせびながらすがりついた。拙者も会いたかった。だが、よくここにいることがわかったな。 はい。これには深い司祭がございます。お冬は気を取り直して、何よりも先に申し上げなければなりませんが、あなたのお父様と松太郎様、お二人ともあの日に非合のお最後をお遂げなされました。ええ、そ、 それはまことか。のけぞるばかりに驚く小次郎へ、お冬はさらにさらに意外な事実を伝えたのである。その始終を簡単に記すと、こうだ。松江城主、松平慎太郎、吉綱が、まだ部屋住みの頃、 思よという蕎麦目があって、一子、松太郎を産んだ。しかし、それから間もなく、吉綱へ徳川家から千代姫というのが腰入れをすることになったので、幕府に羽ばかるため、松太郎を杉山十兵衛に預けた。十兵衛は、 主君の生死を預かったので、城下にいては何かと面倒に思ったから、瀬村の里へ引退して養育に千年努めていたのである。その頃、松江藩の国家老は、川口壱と荒宮神右衛門の二人であったが、元来、 アラミアジンヤモンは腹黒い男で、藩の勢力を自分の手に握るべく、絶えず機会の来るのを待っていた。檻も檻、腰入れしてきた千代姫は千代松君という一子を産んで、間もなく死去。その千代松君も食べようで、 無事に松江藩の世継ぎになれるかどうかわからぬというありさまである。よし、この機会に。と、神江門一味は立った。彼らはまず、杉山十兵衛の住まいを探して、無法にも十兵衛と松太郎を切り、 よしなから与えられた証拠の品を盗んだ上、小次郎をさらって松江へ引き上げたのである。彼らがなぜ松太郎を切って、小次郎の偽の世継ぎにしたかというと、本当のお世継ぎでは自分たちの思うままにならない。 しかし、偽物なら、嫌でも王でも自分の言う通りにすることができる。つまり、自分の手で偽物を領主にして、松江藩の権力を握ろうという魂胆なのであった。小次郎様、おふいは言葉を継いでいった。 そういうわけで、ジーエモンの一味は、松太郎様まで切ったのです。けれど、けれど、どうしたのですジーエモンたちは騙されました。何騙されたとは。切られて死んだ松太郎様は、実は、小次郎とおっしゃるのです。 ご両主様の落ち筋。松平家の本当のご着難、松太郎様は、あなた様なのです。小次郎は、己の耳を疑った。そんな、そんな馬鹿なことが。いいえ、本当でござります。おふいは遮っていった。それを、 お知らせ申すために、はるばる参ったのでございます。お聞きくださいませ。いつか、十兵衛様が家へ見えて、あなた様のご身分を明かす品はこれだと、私の父に語っていたこと、お話申しましたでしょう。うん。 確か、あの日に聞いた。父はその時、十兵衛様から、その品をお預かり申したのです。ご覧くださいませ。お冬が大切に持っていた包みを、開いてみると、一通の書類が出た。謎の畳を開ける、最後の鍵だ。 小次郎は、原碑とある上書きの封を開いて、雪明かりに透かしながら読んだ。それには、国家老たちの勢力争いを知った十兵衛が、万一、松太郎君をその道具に使われてはならぬと暗示、自分の子、 小次郎と松太郎君と名を取り替えて育てたという事実がこまごまとしたためてあった。ああ、知らなかった。小次郎、いな、松平松太郎は埋めくように叫んだ。今日まで実の兄と思っていたのに、 それでは、なさぬ中であったのか。しかも、拙者のために、身代わり同様の最後を遂げられたのだ。兄上、この仇は、必ず打ちまするぞ。若様、お冬殿、小次郎は、お冬の手を握って、あなたは、 セ村へ帰ってはいけない。今、どこにいる城下の信の屋という宿におります。拙者から知らせのあるまで、そこにいるのだ。どんなことがあっても、動いてはならぬ。わかりましたかはい。では、今宵はこれで別れる。雪まみれだ。 冷えぬように帰るがよい。そう言うと、小次郎はおふいを見送ってから自分の部屋へ戻った。今こそ、小次郎は奮起した。神右も一味の悪形は根こそぎ判明した。今日まで、 四方を取り巻いていた密運は避け、なすべき道がはっきりと現れたのだ。今までの小次郎とは違うぞ。この体には、松江十五万石、松平出雲の神の血が流れているのだ。神右衛門はじめ一味の奴ら。 一人も逃さぬからそう思え、小次郎はかッと体験の絵を叩いた。その夜から数えて三日目の夜、荒宮神右衛門の屋敷には、横目付倉田総九郎、勘定奉行林右近、 物頭、和田六郎兵衛。同じく、畑島中在衛門。お蕎麦用人、鈴木伝蔵の五名が集っていた。いずれも、悪事過端の一味である。彼らにとっては、これが最後の密月で、奥の一間に、 一時あまりも、防御を凝らした。これで、手はずは整った。そこで、いよいよ、千代松君を毒殺する段取りじゃが、これは、我々の使命に関わる大事。うかつなものには任されぬが、拙者がお引き受け申そう。 お蕎麦用人、鈴木伝蔵が乗り出した。拙者なら、奥への手がかりもあるし、月が変われば五出分ゆえ、江戸屋敷へお供を申して、早速つかまつる。ご一同に依存はないのか適任と存じます。 鈴木氏にお願い申すがよろしゅうござりましょう。小次郎を四次に直すため、千代松君を毒殺しようとする悪刑である。それからなお、こまごまと打ち合わせを交わした後、主演になって、五名の者が陣営門邸を辞したのは、根の国、 夜の十二時に近い頃だった。さらば、と別れを告げて出ると、外は息もつけぬような吹雪であった。おお、よく降りおるのう。この分では朝までに三尺は積もるぞ。酔いの冷めぬうちに帰らぬと、この寒さで。 凍え死ぬかもしれぬ。天下を取らぬうちに死んでたまるか。冗談口を聞きながら、柳工司の方へ、雪に足田を取られまいと、広い広い戻っていった。と、大手道へ曲がる角のところまで来た時である。おや、なんだあれは。 と言って、先頭にいた鈴木殿蔵が立ち止まった。どうした鈴木氏あそこに何か立っている。言われてみると、降りしきる吹雪の中に、ぼんやりと人の姿が見えている。犬の声もせぬ深夜の巷に、 亡霊のごとく立っている人影。雪女郎かもしれぬ。五名はぞっと立ちすくんだ。人影はおぼろに霞んだまま、吹雪の中を静かに静かに近寄ってきた。そして立ちすくんでいる五名の前まで来ると、 うなだれている首をそーっとあげた。それは、十六七の少年であった。白い着物の肩から胸へ、ぐっしょり血が滴たれている、死人のように青ざめた顔には、ありありと朝が見える。キャー 和田六郎兵衛が悲鳴を上げた。幽霊だ。松太郎の幽霊だ。許してくれ。拙者は神右衛門に頼まれて切ったのだ。恨むなら神右衛門を恨んでくれ。六郎兵衛は狂ったようにわめき立てた。亡霊のような少年は、 凄まじい霊笑を浮かべながら、静かに、静かに近寄ってきた。割れるように、門を叩く音がした。今を出て、新所へ入ろうとしていたアラミア、荒宮神右衛門は、その音を聞きつけると、 ただごとならずと思ったから、体験をとって、自ら玄関へ出た。誰じゃろく、ろくろべえでござる。お開けください。早く、早く。うわずった声がわめき立てる。じんえもんは、早くも凍りついたくぐり戸のかけがねを外して、 吹けている、騒がしいぞ。大変でござる。六く兵べは声もしどろに。今、大手道の角で、松、松太郎の幽霊に会いました。松太郎の幽霊瀬村の里で切った松太郎でござる。肩から胸へ血まみれになり。 高方にあざのある顔で、恨めしそうに拙者を、ああ恐ろしい。落ち着かぬかろくろべえ。ジンエモンは大きく叱りつけた。日頃の気候にも似合わぬ。幽霊とは何事だ。嘘ではない。この目で見たのです。 拙者ばかりでなく、倉田氏はじめ、みんな見たのです。して、他の者のはどうした言われて気づくと、誰もいない。そう。四人とも一緒ではなかったのか。拙者は夢中で駆け戻ったゆえ、四名も一緒だと思いましたが、 ジーエモンはぎょっとした。何か起こった。と感じたのである。素早く、袴の桃立ちを取ると、震えているろくろべえに、気がかりだ。そこへ案内しろ。と言って走り出した。恐ろしさに、足のすくんでいるろくろべえを、 うながし、うながし、大手道の角まで来ると、いや、いや、と言って、ジーエモンは立ち止まった。見よ、ひひと降る吹雪を浴びて、倉田総黒をはじめ、余命の者が、あたりの雪を暮れないに染めて倒れている。見るよりろくろべえは、ああ、やられた。 松太郎の怨霊だ。怨霊のたたりだ。ああ、許してくれ。と、絶叫しながら、雪の中に崩れてしまった。ジンエモンは、血で足を汚さぬように注意しながら、倒れているものを一人一人改めたが、いずれも一頭ずつ、見事に、 急所を切られている。そして、林右近の屍の上に、一枚の紙が差し止めてあった。何であろう取り上げてみると、木根鮮やかに、残寒、杉山松太郎と記してあった。はてな。 杉山松太郎。まさか死んだ者が人を切るはずはあるまい。幽霊と見せて、実は。じっと何か考えていたが、そうか。ことによると、川口生姫目が秘密を知っての仕業かもしれん。とすると、 なんとか早く柵を立てなければならぬぞ。うなずいたジンエモンは、ろくろべ、これは幽霊などではない。もしやすると、大事が露見したかもしれぬ。参ろう。大事露見とは疑わしいのは小次郎だが、彼は、 松太郎の死を知るはずがない。とすれば、川口壱姫が我々の企てを探り出した、と思うより他にないではないか。一味余命を失った以上、一時も早く、応急の手段を取らねばならぬ。来い。まだ、 幽霊と信じている六郎兵衛を引きずるようにして、ジンエモンは屋敷へ帰った。荒れ狂う吹雪に、幸い屋敷では誰一人置き入れたものもない。屋内は席として物音もなく寝静まっている。ジンエモンは足を清め、 震えているろくろべえを励ましながら、今へ入って明かりをつけた。落ち着かぬ子、いつまで震えているのだ。ご家老はご存じないのです。あの、恐ろしい顔を、ちみどろの顔を一目見れば、とても、誰だって。たわごとはやめろ。 もう、たくさんだ。ジーエモンは、不機嫌に怒鳴った。その時、ドドドドッと、吹雪が、雨戸を揺すった。暗闘の火が、不気味に瞬いて、暗い部屋の壁に映っている、二人の影が、ゆらゆらと、もののけのように動いた。 ご、ごかろう。六郎兵衛が襲われたようにすり寄って、戯言ごとなどとおせられるが、もし、あの顔をご覧になったら、拙者の恐れるわけがおわかりになりましょうぞ。バカなことを、このジ営エモンは、と言いかけたまま、石のようにジンエモンは、 動けなくなった。明かりの届かぬ部屋の隅、壁と襖の合いにある薄闇の中に、朦朧と人の姿が現れてくるのだ。白衣の肩から胸まで血にまみれ、 髪のように青白い顔の高頬に不気味なあざが。そして、にったりと笑う氷のような唇。おのれ、迷ったかわめくなり、体験をとって抜き打ちに、だ、と切りつけた。 ジンエモンのわめき声に、初めて気づいたロクロベイが、それと見るなり、夢中で部屋の外へ逃れようとする。刹那、ロクロベイ、やらぬぞ、と、怪しく叫んで、亡霊のような少年が大きく跳躍したかと思うと、ロクロベイは背を、 したたかに切り下げられて、わあ悲鳴とともに、ガラガラと、ふすまもろとも、のめり倒れた。ジンエモンは狂気のごとく、誰だ名乗れわしの秘密を暴き、同志のものを切った貴様は、何者だ顔を見せろと、しゃがれた声で叫び立てた。 騒ぐなじんえもん。怪しい少年は冷ややかに言った。松太郎君を切って偽物を盛り立てようとした。貴様の悪系はすっかり露見したぞ。今こそ教えてやる。貴様は大事なところで間違ったのだ。貴様が 六く兵べえに命じて切らせたのは、松太郎ではなかったのだ。な、なんじゃと本当の松太郎、松江十五万石の四つぎ、松平松太郎は、ここにいるぞ。そう言って、白衣を脱ぎ、高方をこすると、あざと見せた張り物が、 つるりと落ちて、後には、孫をかたなき、小次郎の姿が現れた。いやいや、その方は小次郎。いかにも、仮に、小次郎と名乗っているが、実はこんなこともあろうかと案じて、十兵衛が計らってくれた、かえななのだ。人へも、 よが、松太郎じゃ。図が高いぞ。ぐわんと叫んだ一言。十五万石の四つ次に備わる自然の遺構に、思わずジーエモンが体験を取り落として座る。刹那。この俗心目。と、踏み込み様切った。腕も冴えている。 刀も良い。ひとたまりもなく前へ、突っ伏すように倒れる陣屋門を、足元に見下ろした小次郎は、お父上、兄上、と、涙にしめる声で呟いた。これで、仇は残りなく打ちました。どうぞ、ご無念をお晴らしください。 松平家も万々台でござります。外は泣くような吹雪である。あくる朝、松江の城下は覆るような騒ぎであった。何しろ大手の辻に藩の上司が余命、何者かに切られていたし、国家ろう。 アラミヤ・ジンエモンの屋敷でも、あるじ、ジンエモンと、物頭、ワダ・ロクロベーの二人が死んでいたのだ。前代未聞の出来事に、噂は噂を生んで、湧き返るような騒動になった。城下の人々が、なすところも知らず、 うおうさおしているころ、松江を東へごりあまり行ったほうき寺を楽しそうに歩いている二人の旅人があった。二十日あまりの間に随分い,いろいろのことがありましたのね。傘を傾けて振り返ったのはお冬である。 そばに引き添って、守るように歩いているのは、言うまでもなく、小次郎であった。全く思いがけぬことばかりだった。しかし、これですっかり型がついた。死災のことは書き記して、川口息きのもとへ送ったから、もし、江戸に、 一味の残留がいるとしても、捉えるのに造作はあるまい。そして若様は、若様ではない。小次郎は、お冬の言葉を遮って言った。松平家には、千代松という立派なお世継ぎがいる。拙者は、元の 杉山小次郎に帰るのだ。けれど、証拠の品がございましょう。焼き捨てたよ。えもはや、あって、ようなき品。再びかようなことの起こらぬよう、焼き捨ててきたのだ。それでは、仙村へお戻り遊ばしますのうん。 小次郎は大きく頷きながら疲れたお冬をいたわるように手を取って行った。瀬村へ帰って、杉山小次郎。一生を山賀の郷士として亡き兄や父上の冥福を祈って送るつもりだ。まあ、お冬の顔には 包みきれぬ喜びと心強さが、明け物の光のように溢れてきた。お冬殿、見られい。晴れて参ったぞ。小次郎の仰ぐ空、すり寄って見上げるお冬の目に、密運を割って、目に染みるような、 青空が広がってゆく。ほうき時は晴れだ。